から咲き始めます。咲き始め4月の中旬ぐらいから咲き始めて、だいたいお盆過ぎ頃までは多かったり少なかったりするんですけど咲いてます。花の寿命はすごく短くて、1回咲いたら種類にもよるんですけど、短いのは本当に1日とか2日でしおれてしまったり、まあ、長いものでも1週間ぐらいで、しおれる花が多いですね。これが金シャチっていう種類のサボテンで、まあ、花はそんなに派手じゃないんですけれども、こうやって小さい花が頭の方に次々と開いていくんですよ ね。その花の寿命が短いんで、咲いてるよっていう話を聞いてから来たら間に合わないことは多々あるものですから、本当にたまたま来てみたら、あ、今日は見頃だった、よかったっていう、そういう運の良さっていうんですかねたまたま運が良くていっぱい咲いてるところが見られたっていうようなお客様の方が多いんで